きます。ダンダンダン。どうも、山田哲人です。違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで、福袋を開封したいと思います。僕ね、福袋申し込んだんですけど落ちちゃったんですよ、抽選で。だからですね、抽選に当たった人に、持ってきてもらって、その福袋をここで開けてみようっていうことになりました。それでは早速福袋を開けたいと思います。この福袋を開封していきたいんですけど、この福袋はね、抽選で当たらないと買えないんですよ。その抽選で当たったのが、今年のキャンプの時の動画に1回出てもらったんですけど、皆さん覚えてますかね、あのやべえやつ。そのやべえやつが当たったって言って、僕のツイッターに DM を送ってきたんですよ。そのやべえやつです。スワーズクイズ王やべえやつ大将です。なんでスワローズクイズ王やべえやつ大将ですって言いました、僕の芸人の後輩の、どうも、プロ野球大好き芸人のパプリカの角田12球団と申します。よろしくお願いします。僕は初めてこのサラダさんのチャンネルに出させていただいて、めちゃくちゃ嬉しいです。村上選手のグランドスラムくらい嬉しいです。あ、多分やべえやつ2人来てるんで。そんなことないですよ。それでは開けたいんですけど、この福袋、大将、5万円の福袋ですね。はい、5万円です。5万円の福袋は、あのメインが実施用のユニフォームが入ってるんですね。それが醍醐味なんですけども、誰のが入っているんでしょうか。もう手に取ったやつからいくね。はい、これ、お、 T シャツですね。 T シャツ、プレイトゥゲザー T シャツです。はい、こんなシンプルな T シャツです。サイズは S サイズですね。ああ、僕着れないですね。あ、嘘、うん、大将 S ちゃうの。 S 違いますね。XL なんで。XL? いや、見た感じ S に見えてたけど俺絶対無理ですよ。 無理ですよね。 S 無理？大将、入れへんやつどうすんの、こうやって。サイズ違いは、サイズ違いはお友達にあげたりとかしてますね。あ、彼女にあげへんの。彼女いないんで。え、意外。いないです。見えへん、いないようには。いや、ちょっと申し訳ないです、あの、わかるじゃないですか。すいません。え、カニーな、 S サイズも違うって分かるし、彼女いないのも分かってた。カニーいいんですよ。誰って分かるじゃないですか。いや、俺は絶対おるもんやと思って。仲いい子はいっぱいいるけど彼女はいない。仲いい子いるってちょっと入れてくる時点でおもろいやん、もう。やべえやつですよ、本当に。じゃあ次行きましょう。山田哲人選手のタオルですね。角田12球団はですね、 NPB 選手の身長と体重すべて言えまして、そして一言豆知識も言えるんですよ。はい、山田哲人選手はレモンサワーが大好きです。山田哲人選手の開幕ビジュアルタオルです。大将、はい、今山田哲人選手のタオルが出ましたけども、はい、対照的にはメインの実施用ユニフォーム、はい、誰のが当たってほしいとかある？まあ、それはやっぱり山田哲人選手ですね。山田哲人っていうのがモノマネしてる人。哲人です。あ、哲人ね。山田哲人選手が一番欲しい。はい、入ってますようにね。はい。それでは次行きましょう。はい、あれ、何これ？名前書いてありました。何何、アームレストクッションです。アームレストクッションです。え、どう使うんですかこれ。こう、こう椅子とかでこう、こう肘掛けかな。分からんけど、ちょっと使い方難しいですね。はい、次行きます。次こちら、つば九郎双眼鏡です。スワローズとつば九郎のロゴがちゃんと入ってます。はい、はい、スワローズのリストバンドですね。荒木選手です。10番。はい、荒木選手、荒木選手身長180センチ、体重84キロ、年俸3000万、あのロバタ焼きが好きです。ロバタ焼き好きなんです。エコバッグですね。エコバッグです。はい、続きまして、こちら耐熱グローブ。耐熱、耐熱ですか。耐熱、耐熱グローブ、熱いトングとか持つときに使えるやつで、耐熱
手袋です。かわいい。うん。ちょっと使い道限定されるけどね。はい、こちら。バスタオルですかね。でかい。でかい。でかっ。つば九郎バスタオルです。めちゃくちゃでかいでーす。これなんやろ、何ですか。ワイヤレス充電器でした。だんだんと減ってきました。これなんやろ。結構分厚い。はい。カーディガンです。これはすぐに使えますね。ヤクルトスワローズ刺繍入りカーディガンノリチカ T シャツです。嫁がめちゃくちゃ美人。ほらテレトロのアナウンス。練習用の T シャツの素材みたいな、ちょっと伸びる感じのつば九郎ペタフワポーチ。わあ、かわいい。かわいい。似合う。どこがですか。マスクとマスクケースって書いてある。あ、マスク入ってます。このスワローズマスクが入ってます。付箋です。付箋、ヤクルトスワローズの付箋、はい。島選手の関空寺。おお、島選手身長179センチ、体重84キロ、年俸5000万、トークが政治家向き。関空寺、缶を入れんの。ここに缶を入れて、はい、持ち歩けるってことか。それはなんか熱いものとか。ああ、そうかそうか。いいですね。あ、はい、これなんか袋がまた別に入ってるんですよ。これがとっておきの部類なんだと思います。それがね、4つ入ってます。袋イン袋やからだいぶいいのが入ってるよ。これこれからいきます。はい。おーおお、青木選手のサイン入りポーチ、やったじゃないですか。直筆サイン、めっちゃいいやんか。大当たりじゃないですか。めっちゃ嬉しいです。なあ、この袋イン袋は直筆サインの4つやん、多分。大当たり。これは逆に使うのもったいないぐらいですよ。もう開けたくないですね。薄れたら嫌やもんな。嫌です。じゃあ次いきます。はい、はい、あ、ユニフォーム出てきました。しました。これは実使用じゃないユニフォームですね。はい、パワーユニフォーム。今年のエンパワーですね。エンパワーユニフォーム。サインは14番高梨選手。高梨投手です。高梨投手。直筆サイン入りエンパワーユニフォーム、あと2つでね、ユニフォームとなんか箱があるから箱の方から行くわ。箱が出てきました。うわ、え、なんかサイン色紙が額に入っております。すごい。行きます。誰のサインでしょうか。じゃじゃーん、47番、来ました、高橋奎二投手。おお、期待の若手ですよね。え、未来のエース。ラストです。実使用ユニフォーム5万円の福袋、誰のユニフォームが入っているのでしょうか。いきます。ダンダンダン。お、畠山。あ、畑。あ、違う、コーチの番号。コーチの、コーチになった畠山選手の実使用ユニフォームです。いや、これは逆に貴重ですよ。貴重ですよ。コーチになった畑の実使用ユニフォーム、すごい。すごいですよ。まあ、優勝した時4番バッターで嬉しいです。いや、そうやんね。ほんで、え、1年目、コーチ1年目でコーチ1年です。コーチ1年目のユニフォーム、めっちゃでかい。サラダさん着ても大きいんじゃん。俺着ても全然違うな。あ、畠山コーチ、ちゃんと NPB マークもついてます。すごい。ていうことで、はい、開封動画だったんですけども、大将、自分の中で100点満点で、この福袋何点でしたか。90点です。お、あ、10点足らなかったのは何でしょうか。まあ、畠山さんも好きなんですけど、やっぱ個人的には選手のやつが欲しかったんで、あ、そこがマイナス。あ、なるほどね。以上、5万円の福袋開封動画でした。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それではいきます。せーの、ゴーゴースワローズ。重なったから。